山陰からも近い岡山県北部の真庭市にある遊園地ジョイフルパーク。ゴールデンウィーク中はジョイパー桜祭りが開催され、家族連れが遊具に乗るなど休日を楽しむ様子が見られました。妹と弟とパパとママ家族で来た。楽しいですか？はい、楽しいです、ね、遊具に乗って遊んだり、あとワンワン大サーカス見に来たりしました。子供が結構楽しいみたいでね。また園内の遊歩道などでは花の女王とも呼ばれるシャクナゲ、およそ100種類1万5千本が見ごろを迎えています。シャクナゲは今月末まで楽しめるということです。